皆さんこんにちは、水道町燕市出身のフルーティスト本宮ひろみです。私は、昨年の4月から、音の箱音楽事務所に所属をしまして、12月の9日に初オリジナルアルバムいぶきを発売しました。皆様の、心に少しでも、支えとなる、そして生活に寄り添える音楽を目指して活動しております。旧排水塔改修記念式典が4月の14日、午前10時から行われます。一般の方は10時半頃から、3時まで、水道の塔の1階が見学できますので、ぜひお越しください。それから、本宮ひろみフルートコンサートも、燕市文化会館でその日に、午前11時から、行われます。ぜひぜひ皆さんお越しください。詳しいお問い合わせ先はこちらに、ご連絡ください。寒い